皆さんこんにちは、キャンプトカリです。いやもう7月になりましたね。本日は私が2021年の上半期何を購入したのかをですね、皆さんにご紹介していこうかなと思います。今回ですね、キャンプ道具だけじゃなくてそれ以外のものもね紹介しちゃうんですけど、まあね、よろしくお願いします。まず1つ目、モバイルバッテリーですね。これ1月に購入してるんですけど、長期の旅でもカメラとかね、スマホ、それからヘッドライトとかランタンとか、まあ自分結構その辺の電子機器を全部大容量バッテリーで充電できるようにしてるので、やっぱ容量ちょっと大きめのものを買おうと。でスマホがですね、もう4回ぐらい充電できるぐらいのスペックのあるモバイルバッテリー、 343g ってね、ちょっと重ためなんですけど、これ1個あれば1週間のねロングトレイルとかでもずっと充電ができるので、まあ、これは絶対便利だなと思って購入しております。はい、2つ目なんですけど、これはですね任天堂スイッチの周辺道具になります。2020年の暮れにですね任天堂スイッチを購入しました。まあ、購入した目的はキャンプでゲームがしたいなと思って、で画面をこうセットしてコントローラー持って、まあ、複数人でねゲームができるっていうのがすごいいいなと思ったので購入したんですけど、まあ、これキャンプで持っていくってなるとやっぱりその端末を保護するアイテムがどうしても欲しいなと思って、で、まあ、保護シート買ったりとか、スタンドケース、ケース兼スタンドになる、まあ、なんだろう、ケースですね、ケースを買いました。これスタンドにもなるんですごくね便利でした。で3つ目、ウレタンマスクですね。ウレタンマスクがですね、自転車キャンプとか徒歩キャンプ、登山とか通気性がねすごくいいので、息が結構しやすい、ちょっと、まあ、息切れした時でもねウレタンマスクだったらなんギリギリやっていけるみたいな感じで、購入しました。で4つ目、トライポッドですね。これメーカーはですね、なんて読めばいいのか分からないんですけど、なんかシテングルです、シテングルのトライポッドですね。これはですね2月に購入しております。まあ、バックパックキャンプするにしてもちょっとやっぱ装備をね充実させたいなと思って、まあ、30リッター以下とかでカリカリに軽くするのもいいんですけど、まあ、ちょっと容量増やして40リットルとかで、充実したソロキャンプできたらいいなと思って、今回ねトライポッド導入してみました。まあ、あんまりねお金もかけられないのでアマゾンでね中華製のもの安いのを購入してて、でこれでね直火でなんか調理でとかできたらいいなと思ってます。で、はい、5つ目、有効ボードの、まあ、周辺道具というか有効ボードの材料ですね。ちょうど後ろに立っておりますこの有効ボード、これをですね3月に DIY して作りました。収納がでしやすくなって忘れ物もなくなったし、あとキャンプ道具準備するのもねすごい簡単になりました。これ賃貸なので直接ね有効ボードを壁に打ち付けられないと。というわけで柱をですねこれ立てております。この辺かな、これ柱ちょっとちらっと見えてるんですけど、柱を立てまして、その柱を立てるためのアジャスターをですね Amazon で購入しました。で有効ボードを貼り付けまして、でそのフックですね、有効ボードにこうなんかこう吊り下げてるんですけど、このフックがですね結構単品で買いまくるとすごく高くつくので、まあ、セットになってるやつが Amazon に落ちてました。これがですねすごく安かったので購入しております。で6つ目、キャプテンスタックの FD チェアマット、こちらになります。まあ、何かと言いますと、これチェアですね。これパカッて開いてそのまま、地面とかで、ね、に、まあ、座れる、で背もたれになるみたいな座椅子ですね。まあ、いわゆるこれは、まあ、キャンプというよりか車中泊を目的にして購入しました。車のね荷台というか、まあ、後部座席と倒して、まあ、後ろで寝るんですけど、そのリア部分で、まあ、くつろぐためにねこういうチェアを購入しております。結構ね手軽にパカッと開いてどこでも座れるので、お花見した時もねすごい使えました。これ持ち運びはですねこれ折りたたみこれぐらいの収納サイズなので、まあ、こんな感じで持ち運ぶ感じにはなっちゃうんですけど、手軽にパッと開けるので便利かなと思います。7つ目、スノーピークの野猿クッカー1500になります。これはですねバンライフ用のクッカーとして、購入いたしました。まあ、2人でバンライフするのにね、これぐらいのサイズのクッカーがあると便利かなと思って購入したんですけど、まあやっぱり予想通りすごく便利でした。でそれに加えて、ソロキャンプでもすごく使えるサイズのクッカーで、
まあなんだろう、サイズ感重量のこのバランスがねすごくいいです。アルミ製なので結構軽いんですね。しかもですね、これ実は毎朝の朝食で使ってます。これのねフライパンもついてるんですけど、フライパンはですね朝食のなんだろう卵とか、ウインナー焼くのにめちゃめちゃ活躍してます。毎日使ってます。で8つ目、スノーピークの野縁つぐっていうね、お玉になります。まあ、野縁クッカーがあまりにも使い心地がいいので、まあ野縁つぐをですね購入しました。で実際に使ってみてどうだったのかと言いますと、まあ、確かに便利っちゃ便利です。コンパクトに収納できるので、ただ別になくてもいい、よかったかなっていう気はしなくもないですね。この爪、テントファクトリーのメタルクーラーボックスになります。カッコがつくクーラーボックス、まあ、ハードタイプのクーラーボックスがですね一つ欲しいなと、まあ、ずっと思ってたんですけど、まあ、ようやく購入する決心がつきました。これもバンライフ用に購入したんですけど、まあ、これ選んだ理由はですね、まあシンプルにシルバーで自然と調和しやすいのと、あと他のアイテム、キャンプ道具とのレイアウトにすごく、まあ、相性がいいというか合いやすい、何にでも使えるっていうね、そういうデザインがいいなと思いました。それに付け加えてやっぱ価格の安さがねすごいいいなと思いました。1万円ちょっとでこれぐらいのスペックの、クーラーボックスってなかなか買えないので、まあ、正直これしかないなと思って購入しました。ただですね、これレビューでは重すぎるっていう、声が多かったんですね。1個上のサイズ、何リットルかちょっと忘れちゃったんですけど、その1個上のサイズがちょっと重すぎると、なんで自分は29リットルにしました。実際使ってみたところ全然重たいとは感じたことなくて、かなり調子いいと思います。ただですね、2021年7月現在ですね、このテントファクトリーのメタルクーラーが欠品しておりまして、多分ちょっと高くなっている感じですね。ただ別のメーカーのものを発見しました。これなら1万円で、購入できます。まあ、ロゴがないんですけど、多分これ同じ工場で生産されてるなと思ったので一応リンク載せておきますね。はい、10個目、外のレギュレーターストーブ ST の310 になります。まあ、野縁クッカー1500買いました。その野縁クッカー1500に合うバーナーを見つけたいなと思って、でコンパクトなバーナーだとさすがにね、大きさのクッカーは不安定になっちゃうかなと思ったので、レギュレーターストーブ購入しました。まあ、今更って知人にね、言われつつも、まあ、今更基本中の基本、ソロキャンプ基本中の基本のね、このストーブを購入しました。でもですね、外の名作だけあってね、超超超使えます。これ五徳の大きさ、火力の強さ、それから CB 缶のコスパの良さがねすごくよくて、しかも予想していた通り野縁クッカー1500とめちゃめちゃ相性いいんですよね。もうこの2つの組み合わせはねソロキャンプ結構鉄板なんじゃないかなと思います。かなりおすすめですね。はい、11個目、アルミテーブルですね。リンカックスというメーカーのアルミテーブルになります。まあアウトドアチェア、超ローとかね地べたスタイルじゃなくて、このなんだろうミドルサイズっていうんですか、ハイチェアなのかちょっとわかんないんですけど、まあよくあるアウトドアチェアのその高さにちょうどいいテーブルをですね、欲しいなと思ってまして、で実は布タイプは持ってたんですけど、天板がアルミのものは持ってなくて、布タイプがですね結構ガタつくんですね。天板がね、コップとか置くと斜めになっちゃったりとか、なんか転倒しちゃったりとかする、ちょっと不安定だったんで、まあアルミにしてこうね、上でもバーナー使えますっていうのをやっぱ使ってみて分かったんですけど、アルミの方がね使いやすい。収納サイズがどうしてもね大きくなっちゃうんですけど、まあオートキャンプとかバンライフとかにはすごい相性いいなと思いました。はい、12個目、車中杯 DIY グッズですね。実はですね4月に、バンライフをしたんですけど、自分の軽バンをカスタムしております。その時に Amazon で注文したものが、まず一つが断熱防音マットですね。これ断熱防音マットはまあバンの天井の裏に仕込む断熱材、防音材ですね。それ仕込んだ後にカーテンをつけたかったので、曲がるカーテンレールを買いました。でさらにですね、車で運転しながらも走行中の動画を撮りたいなと思ったので、スマホホルダーも購入しました。これねすごく使えます。バンライフで過ごしてキャンプ場で過ごしてる時にですね、窓を開けながらでも、まあ、お昼寝できたらいいなと思って、このウィンドネットっていうのを購入しましたね。はい、13個目、スームルームのマットになります。まあ、車中泊するのにいちいちエアマット膨らましたりとか、まあ、お布団もね
ってくのちょっとめんどくさいなっていう時、そういう時にですね、まあさっと広げられるマットがあったらいいなと思ったので、スームルームのウレタンマット、こちらを購入しました。車に積みっぱなしになってるんですけど、すごいね、安い割には断熱力も高くて、でゴツゴツした床でも寝られるようなマットなので、コスパが非常にいいなと思いました。はい、14個目、これはもう6月に入ります。14個目はトレールバムの、バマスペクトラ30リットルになります。こちらがバマのスペクトラ30リットルになるんですけど、まあすごくね、このサイズ感も30リットルでいいっていうのと、やっぱデザインがですね、この質感、山だけじゃなくてタウンユースでも使えるデザインと、まあどんな服にでもですね馴染みやすいこのカラーリングがいいなと思います。まあ、自分的にはですね、トラディショナルなデザインにこだわったトレイルバムの、まあ、メーカーとしてのリスペクトもあったし、140デニールスペクトラリップストップナイロンというね、軽さと強度のバランスもねすごく良くて、まあ、キャンプが主体の自分にとっては結構ベストアンサーだったのではないかなと思っております。これはですね後にしっかりレビューしていこうかなと思います。はい、15個目、エヴァニューの FP マットになります。ちょうど今ねトレイルバムのこの背面パッドで使ってるんです。まあこんな感じですね。このような感じで蛇腹になっておりまして、まあ、これがちょうど背中にきます。これはですね展開するとこんな感じ、もう一個開くとこう、さらに開くとこんな感じです。本来はこういうのが入ってるんですね、1枚のまあなんだろう、ウレタンパッドっていうんですかね、これね断熱が効くやつですね、これ。まあ、これよりもこっちの方がいいと思った理由なんですけど、まあ、これ開くことができるので、まあ、キャンプ場でこうやってマット開いてゴロゴロしたりとかするのにも便利かなと思います。まあ、普通にね就寝時のマットのブーストとしても使えるので何かと便利かなと思ってこちら購入しました。最後、16個目かな、エヴァニューのニックつかむになります。ニックつかむはですねこちらになります。ニックつかむです。これちょっと今更感若干あったんですけど、これね、まあ焼肉やるときとかすごい楽しいかなと思って購入しました。まあ実際にねこう炭火に近づけたときに果たしてこれ手熱くないんだろうかって不安ではあるんですけど、まあ、この辺はね後で実証してみようかなと思います。はい、というわけで、自分が購入したものは、以上になります。本当はですねもうちょっとあるんですね、もうちょっとあるんだけど、これは後で皆さんにねレビューしてご紹介しようかなと思っております。全体的に見ると結構幅広くいろんなものを購入したかなと思います。ワンライフアイテムにオートキャンプのソロキャンプアイテムプラス、まあ、UL 系のね、アイテムということで幅広い、道具を購入しました今回。上半期は結構いろんなキャンプしてたんですけど、まあ、下半期はですね、もっともっと UL 系の、ね、キャンプの活動をしていきたいなと思ってますのでね、今後ともぜひ皆さんよろしくお願いします。このチャンネルは基本的に軽量キャンプギアについての、紹介をしております。興味ある方はぜひねグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。